どうも一部ご覧の皆さん、チコさん Q チャンネルです。今日はね、ご飯を食べようと思います。まあね、そうね、まあなんというかね、なんかたまにでも上がった方がいいよみたいなコメントもいくつかあったんでね、私もたまには上げようかなと思いまして動画を撮っております。で、今時刻は、午後2時40分45分ぐらい。本当はね、今日ちょっと今打ち合わせがありましてね、打ち合わせ終わって帰ってきて、まあ打ち合わせ1時からだったんだけど、1時の打ち合わせ終わって帰ったら、まあそんな長引くの30分だろうな、長くて思って30分だから、まあちょっと遅めの昼ご飯で、あの打ち合わせ行って、そのついでにスーパー寄ってお弁当買って帰ってきて、それを食べようと思ったらね、それがね、なんかね、長引いちゃってね、今2時半になりました。はい、ということで食べようと思います。今日買ったのは、お弁当など、まあ袋入ってて分かんないんだけど、あのね、やっぱり近所のスーパーあるんだけど、うちの一番近くのところ、店員の質が高い上からね、偉そうな言い方してるように聞けたらすいません。ただね、やっぱこうあれなんだわ、いつも袋を入れてくれるね。とても助かってます。こういう時に何も言わずに勝手にこれをね、袋に入れてもらえるのはマジで助かるわ。なんかそういうの出るよね。なんつうんだろう、なんかなんだろう、お店の人の何なんだろうな、教育とかやる気なのか、ちょっとその辺が分かんないけど、すげえ助かるわ、いつもこういう風にしてくれてありがとうございます。あ、今日ありがとうございますってことが言いたかった。で、今日買ったのはこれね、相変わらずね、ラベル間違ってると思うんだけど、ずっと言い続けてるんだけどね、あの手作りひじきの煮物、俺逆じゃないかなって思うんだよね。ひじきの煮物を手作りじゃないかなって思うんだけど、まあひじきの煮物、そしてやっぱりね、しっかりと食べたいとんかつ弁当は食べますか。まあそういうのあるよな。っていうのも、そのね、お店のさ、そのなんだろう、店員の人のそのなんか質みたいな話はね、俺も昔その大学4年生の頃ですけど、4年生じゃないわ、大学4年間があのドラッグストアでね、アルバイトやっておりまして、だったんで、なんかこういうの効率悪いなとか、あ、この人はなんか考えてるなみたいなのが結構わかるんだよね。いただきます。うまい。俺も家でひじきの煮物作れるようになりたいな。どうする？ひじきの煮物、俺ひじきとね、あの大豆の煮物が結構好きなんだよな。何なんだろうな、あれ。あれ、給食で出てるのも好きだったわ。なんか箸を近えな。最近見ねえな。ひじきと大豆の煮物食いてえな。一回作ったかな。いや、作ってないな。ちょっと健康等を意識した結果これにしました。まあ多少ね、健康考えなきゃいけないじゃん。まあ多分まだ血液ドロッドロだろうし、で、なんかコメントでさ、例えば最近のね、一番最新の動画の4日前ぐらいに出したやつなんだけど、ジコさん、さらに痩せませんか、痩せてませんか、なんだこれ、髪の毛ボサボサだな、さらに痩せてませんかみたいなそんな一言ね、ありましたけど、むしろ逆で、最近ちょっとね、リバウンド中やっぱ何食ってもうまいんだよな、これが。あと1本ね、この前、そうそう、料理の動画も撮ったやつがあるんだけど、ちょっとまだ編集に手がついてないので、ちょっと今日手抜きしてます。ちょっと2、3日前にやったんだけど、ね、結構対策を作ったんだけど、牛すね肉を使ったね、すごい、うわーっていうのを作ったんだけど、うん、わらびだ、うん、それに関してはしばしお待ち。
ぱね、体重はね、どうやっても増えちゃうよな。運動もまあまあしてるし、だからやっぱね、食欲がどうもね、抑えられないよね。なんか一昔のような3人前食うみたいなのはやってないんだけど、それだけでもだいぶね、成長したんだけど成長した、まあそうだな、平気で3人前、4人前食ってたから、今はね、全然ね、そんなことはないです。これなんか味噌カツっぽいな、このソース。そんなことないかな。あ、違うわ。やっぱ食べ過ぎはね、太るんすわ。でもなんかやっぱり前々からやっぱりこう提唱してる、こうストレス、体に悪いこと系のストレス解消って、一つ立つと結局どこか別のところに行き着くよね。やっぱ我々のような、我々のようなじゃないか、私のようなね、こう意志力のない人間は何を言わんとしてるかというと、ご飯を制限するとお腹が減る、お腹が減ってイライラする、深夜遅くまでゲームをやるみたいなそういうのはやっぱあるよな。どう頑張ってもあるわそれ。もうちょっと我慢できればいい気もするんだけど、やっぱ結局なんかそうなるな、いつだってな。やらないかんことも増えてきたしな。まったまったですよ。例えば今日で、今日が11月30日、したがって明日はもう12月ですよ、皆さん。1年を振り返るには早いか。そうだよな。でも俺去年何言ってんだろうな、全然覚えてねえわとにかく元気にいることぐらいしかなかった気がするな。ちなみに今外はもうね、もうみぞれが降ってます。もう始まったなっていう感じがしてるわけ。でもなんかやっぱり開けたもんでもいいな、あんま特にな、外何も見えねえわやっぱここいらの人はやっぱり雪かきがめんどくさいみたいなね、嫌だ嫌だっていうのがやっぱりすごく先行するって聞くけど、やっぱね、まあ去年確かに大変だったなって言うけど、まだねやっぱりワクワクしてるね。ああ雪が降ってくるなみたいな、ワクワク。去年はワクワク7割心配3割、今年はワクワク3割、いやワクワク4割
なんかめんどくせえな感6割ぐらいかな。来年あたりになったらもうワクワクがなくなるかな。どうだろうな、なくでもねえな。まあ、ほんと雪だるま作る気になんなかったからな。絶対にやってやるぞと思ったのにね。花は人参かな、みかんかなって思ったけど。いずれでもなかったね。あ、でもここらだったらリンゴでもいいな。まあやんねえだろうな、でもな。言うてな、まあどうするかだよね。結構なんだろうな、もうすでにね、今この動画を撮った、3,4 時間後に今この動画の編集、まあ編集っていうほどのもんじゃないんだけど、まあやってんだけど、外はねもうしっかり雪が降り始めてて、で今ね車の上にもしっかりとこう氷の粒みたいなのがもうね積もってんだわ。明日の朝になったらどうだろうな。まだ明日の朝は大丈夫かな。結構もうすでにね、始まったなと。ついに始まりましたかっていう感覚がね、あります。そういえば雪かきの道具とか、俺道具とかどこ置いてあったかな。まだなんか物置にしまったままだった気がするな、そういや。冬用の靴はとりあえず今日から履くか。この後ちょっとイオンとか行かなきゃいけないから。または外には行くんだけど、そういうわけですよ。そうそう、最近まあ毎日じゃないけどちょこちょこやってるそのインスタの方にもね、あの雪の動画じゃねえわ、画像はちょっこり上げてあります。早いね、どんどん来るね。でも今年の雪だるま、いや雪だるまじゃないにしろ、なんかあれだな、雪系のことはやりたいとは思ってんだけど、まあコロナ云々とかね、いろんなことがあってだいぶ様々なイベント等はまあ やんねえか、もしくは超縮小かみたいな。ずっとこいつ携帯見てんな。まあこれあれだわ、割と一人でこう飯食ってる時はまあこんなみんなこんな感じだよね。多分お昼ご飯休憩の時、まあ会社、まあ家でもどこでもそうだろうけど、あ、テレビがあったら別か。うちはなテレビがないからな、大体こうやってなんか携帯電話見ちゃ食っちゃ見ちゃ食っちゃしてます。いや最近ちょっと読んだ本の話いいですか、ここで突然。そう、この話しようと思った、飯食いながらしようと思ったんだけどさ、なんか脳みそが疲れた時にあのおすすめのことは2つあるっていう風に、なんかちょっとまあ脳が疲れたらどうするみたいな、脳疲れないようにするにはどうするみたいなね、本をちょっと最近読んでて、で2つあって、1つはなんだっけ全然覚えてねえじゃん。一つは散歩で、もう一つはね料理らしいね。まあ散歩はなんか余計なというか、いろんな複雑なことは考えないでもできることで、ああいう決まった運動をするだけでなんていうか脳が安らぐらしいです。なんでお散歩はいいですね。お散歩もするし、あと料理もやっぱり一個一個段取りを立ててしっかりとこう作んなきゃいけない、で出来上がった形を想像したりとか、こっちで汁物をやりながらこっちの焼き物をやっている間にご飯は炊けるのがちょうど合うかなみたいな、そういうのね考えるのがね非常にいいらしいです。まあなんでだろうな、たまたまなんだろうけど、たまたまなのかな、やっぱりその両方を好きでやってるね。なんか疲れたなというか、そういやなんかいろいろそういう疲れたことがあった後で、なんかそういう風な趣味が自分で勝手にやってたな、多分必要だったんだろうな。まあ今でもね料理も散歩もよくしてるんだけど、おいいね、こういう恐竜みたいな食い方好きだな、そういうね風な、生活を最近もしてます。でこの前ねやったんだわ、そうそう、しっかりめのね料理やったやつがあって、で動画はあるんだけど、
いやでもね本当にあの撮り終わってから気がついたんだけどね、まあちょっといろいろショックなことがあってさ、まあそれはちょっとそっちの動画に上げるとき、まあできるだけ早く上げたいな、明日明後日は無理かな、明日明後日、ああそうだな、ちょっと忙しいかもしれないな、まあちょっとね、あの料理もね、まあ成功、いや失敗ではないって感じだな、成功でもなければ失敗でもない。まあ他の人が作ったんだったら失敗だねこれはっていう可能性もあるけど、まあ自分が作った料理はあの可愛いものなので、あの成功だというふうにはしておき、いや、し、いや、うん、そうだな、成功だというふうな、ことにはしておきたいというふうに、思ってます。そろそろそうだな、また大作りのやつでも作っといて、あんまりスーパーに行かないでも家でこもれるようなね、そんな暮らしをしたいなというふうに思ってます。まあ明日はまあ忙しい、しばらく忙しそうだけど、ネットフリックス絶対契約してやろうと思ってます。今年の冬 の、 あの最大の楽しみは、まあ、ネットフリがいいとこかな。あんまね、遠くにはやっぱり相変わらず行くなっていう意見がねやっぱ多いし、あんま遠くに行くつもりもないんでね、ちょっと家で、まったりとしようかなと思ってます。あ、天の声です。そうです、忘れてました、私天の声と言います。ニコちゃん。ごちそうさまでした、改めてね。よし、やれねえ、考えたらな。